いや、みんな野球少年はね、野球が大好きで、やってるわけですから、大いに楽しんでもらうと同時に、プロ野球選手のね、好きな選手のマネーっていうかな、それをよし俺もああやってやったろう、こうやって打ったろう、こうして取ったろうというようなことをね、イメージしてやるっていうのも、うまくなる一つのねポイントでもあるんで、大いにねプロ野球選手の真似をしてください。はい、まあ、私は守備に自信があったんだけど、やっぱり守備がうまくなるのよね、やっぱりボールをたくさん取ってすぐ取ったらすぐ投げてやろうというようなことをねイメージして、やるとうまくなるんじゃないですかね。今も言いましたけど、プロ野球選手のイメージで、かっこよくボールを取ってすぐバーッと投げてやろうっていう、そういうことをねイメージしてやると随分上達も早くなると思いますよ。